はい、こんにちは。こんな感じで、まずはシートを、この外周を元のあのシートとはね変更して、まあ一応フェラーリ D の風を目指すという感じで、これまだこの辺は仮張りでゆるく止まってるんですけど、完成はねもうちょっとバシッとすると思います。で今この辺のシートの部材を切り出す作業がメインなんで、まああんまりこう縫うっていう作業がないんで、なんかまだあの加速して仕事が進んでるわけではないんですけど、切り出してからは結構、早いと思います。あの僕らの仕事って、縫ってる時間って全体のもうごくわずかな時間しか縫ってなくて、ほとんどが切り出しとか、なんだろう、線引っ張ったりとかウレタンちょっと削ったり足したりとか、そういう作業が多いので、一回って聞くとね縫ってばっかりいそうな感じなんですけど、縫う仕事っていうのは本当にあの時間的には短い作業です。もうちょっとでねドアパネルの材料も切り終わるので、ドアなんかは結構あの半日あったら形ができちゃう、形もね完成まで持っていけると思うんで、先に手のかかりそうなこの辺の作り込みしなきゃいけないシートをちょっと優先してね進めていこうかなと思って、今とりあえず一番なんかまあ手かかりそうなフロントシートなんですけど、背もたれはねこれここから、ウレタン切り出して独立したクッションをもう一個作るんですけど、まあ作っててちょっと思ったんですけど、どうせだったら本物のディーノみたいにここを一個ものしようかどうしようかなとも今思ってて、このウレタン自体、座面のウレタンは結構ね、へたりも少なくて物が良くて、だからここにこうね合体させる感じで背もたれくっつけて、セットザと一体物のクッションにしようか今どうしようかちょっと悩んでるんですけど、どっちがいいですかね。なんかディーノの完コピシートみたいになっちゃうのもね、なんか難しいですね。一から作るっつうのは何でもできてしまうんで、何をしない何をするの選択がなかなか難しいです、でね、こういうところね、人によっちゃなんでステッチ入れてないんだよって、あの縫い代を押さえるステッチがね普通はこういうところに入るんですけど、なんで入ってないんだって思う方もいるかもしれないんですけど、見えるかな、このちょっとモコってしてるの分かりますかね、このモコっとしてるの、これね、なんでモコってしてるかっていうと、こっちの生地とこっちの生地をここで縫い合わせるじゃないですか。そうするとこう、まあ、縫い代が向こう側にこう2枚いるわけですよね。でこれをこの2枚を今これはこっち向きに折ってるんですよ、この内側でこういう風に折って、だからこっち側に縫い代2枚分が来てるからぷくってしてる。で、まあ早い話が、僕がこのぷっくり感を出したいがためにこうしてるんですけど、ここでねここにステッチ打っちゃうと、このぷくっと感がちょっとなくなって、こうペトーっとしたこう平坦な感じになっちゃうんですよね。でこのまあよく見てもらうと分かると思うんですけど、この辺のこの陰影、なんかちょっとグニッとしたムニッとしたなんとも言えないこの陰影が出てると思うんですけど、これがですね、ねこことかね、これが、僕的には大好物でして、いやあの下手ってするより絶対こっちの方が肉感的でかっこいいんですよね。で実際ディーノとか、まああと他のバケットなんかでもここは結構このまんまっていうのが意外と多くて、なんでまあこのコブラシートはねもともとそうはなってなかったんですけど、まあ僕がこれが好きなんで、
あえてここはステッチせずに、で縫い代を一方方向に2枚重ねて折り込んでるっていう仕上げ方なんで、ここのね縫い閉じもなんで、あの縫い代をこっち方向に揃えて、上からステッチかけて縫ってるっていう仕上げ方です。なんでね、まあ同じものを作って片方はあの違う処理でってやって並べるとすごい分かると思うんですけど、まあでもここはね、この背もたれの上側は逆に、両サイドに縫い代を振ってるんで、だからフラットですよね、ここの雰囲気がね、こういう風に、なんで、ここも同じ仕上げにするとこういうヘトっとした仕上がりになっちゃうんで、ここに関してはなんかこのむぎゅむぎゅした質感っていうのが僕自身ちょっと欲しかったんで、こういう仕上げにしました。でもなんかいい雰囲気にこう収まりそうなんで、こんな感じで、でデイ1デイ2とかって分けてるんですけど、基本的にまあ1日から2日ぐらいの作業分を、1デイっていう風なカウントでアップしてるんで、まあ全部終わったらトータル賞味何日ぐらいでやったかっていうのがなんとなく自分でも分かるような、区切りであの動画作ってるんで、ちょっと楽しみに、経過観察していただければなと思います。では。